皆さん、こんにちは。おしゃれ音楽大好き、歌野です。今回なんですけど、音楽理論不要、なぞるだけで10倍上手く見えるおしゃれピアノの裏技といった内容でお届けします。概要欄にこの動画の目次を用意しているので、お好きな場所から自由にご覧ください。さて、早速なのですが、これまでにこんなことありませんでしたか？なんか楽器屋さんに行った時に試奏できるピアノがあって、なんかおしゃれなピアノを弾いてみたい、せっかくピアノまたはキーボード買ったのはいいけど、もう何を弾けばいいのかわからないから、部屋の片隅やクローゼットにしまってしまったという方は、ぜひ今すぐピアノを目の前に準備してください。今回の内容は、難しい音楽理論は一切必要ありません。おしゃれコード進行を7個使ってなぞるだけでも誰でも超簡単におしゃれピアノが弾けるとっておきの裏技を紹介します。そして動画の最後には、今回紹介した内容を活かすために大切なお話をするので、ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルでは、おしゃれでかっこいい音楽が大好きという方に向けてノウハウ動画を配信しています。今後もどんどん有益な情報を共有していくので、お忘れのないように今のうちにぜひチャンネル登録をして、その情報を受け取ってください。それではレッツミュージック。これから7個のおしゃれコード進行とともに、おしゃれピアノへと変身する裏技を紹介します。すべてキーは C メジャーでコード進行を作っていて、特に今回のミソは、左手はコードのルート、つまりベースの音を一つずつしか押さない、かなり簡単な設定にしているので、ぜひ一緒に弾きながらおしゃれピアノに挑戦してみましょう。それでは早速1つ目、めちゃめちゃおしゃれですね。これは全てマイナーコードでできています。マイナーとメイジャーが区別できないという方は全く問題はありません。とりあえずはこのサウンドが気持ちいいってなるぐらい弾いてみましょう。ポイントは右手の動き、最初は外で、次に左にずれてファとド、そして最後は外ド。まずはこの動きをしっかりと覚えましょう。そしてここから裏技発動です。めっちゃいい。これは先ほど白玉で弾いてた右手の音をバラバラに弾いたものです。右手の下の音はずっと固定してて、上だけ動いてます。上の方で動いている音は発見であればどの音でも合います。慣れてきたら自由に弾いてみましょう。おしゃれピアノとして見せるコツは、テンポを定めないことです。テンポも自由に弾いてみましょう。それでは2つ目。なんか少し難しそうなものが早速来ましたね。ですが安心してください。これ意外と簡単なんです。左手はこういう動き。ラ、ラフラット、ソ。またラフラット上がって下がる。そして右手はソシレ、 G のトライアドを作って、
そこから半音ずつ下がるだけなんです。G、次 G フラット。次 F。これが合わさると、片手ずつ見たらすごい簡単なサウンドなんですけど、両手で合わせるとすごい複雑になりますね。もうこれがおしゃれコードの醍醐味です。裏技を使った奏法がこちら。これはリズムを加えたものです。おしゃれなサウンドにリズムが加わったことによって、かなり躍動感のある感じになりました。練習するときは、まず弾く前に一度リズムを歌ってみましょう。タン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 。そしてリズムができたら実際に弾いてみましょう。タン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 。これドラムと合わせたらすごい楽しそうですよね。まずはしっかりと形を覚えて、慣れてきたらテンポよく弾きましょう。続いて3つ目がこちら。エモい。特に最初の F がこのサウンドですよ。イエーイ。鍵盤ならではの音の積み重ねですね。これに裏技を使ってみると、これは一つ目で紹介した裏技と同じことやってます。右手の押さえている音を下から順番にバラバラに弾いています。このコード進行の場合、右手はずっと同じ音なので、同じフレーズを永遠と弾くことができます。おしゃれピアノとして見せるポイントも全く同じで、テンポを定めずに抑揚をつけながら弾くと10倍うまく見えます。こんな感じですね。表情作って、こんな感じです。右手はラシミ、左手はファソラ。もうこれだけ覚えておけば、どこでもすぐに弾くことができるので、どんどん使っていきましょう。それでは4つ目がこちら。これは以前こっちの動画で紹介したボイシングです。かなりジャズっぽいサウンドがしますね。この動画では詳しく解説しているので、ぜひ一度ご覧ください。ちなみに、これに裏技を使うと、四分音符で刻んだだけなのにかなりかっこいいですよね。左手は一瞬弾いたりとか、伸ばして弾いてみたりとか、変化をつけながら楽しむことができます。やってみると、短い、回る。どれも表情がだいぶ違いますね。押さえる音が多いですが、ぜひレパートリーとして持っておきましょう。続いて5つ目がこちら。先ほどの3つ目と同じように、右手はずっと同じ音です。左手のルートがミニファーストラと階段のように登っていきます。
そしてこれに裏技を使うと、最高にかっこいい。もうここまで来ると説明は不要ですね。この裏技は3つ目と同じ押さえてる音をバラバラに弾いたものです。もうこの裏技超便利すぎる。下の音を固定していれば上の音は違う音を発見の中で弾いていいので、いろいろと実験してみましょう。残すはあと2つ。6個目がこちらです。これは右手で押さえてる音が先ほどの5つ目の音と同じなんです。ソとドです。そして左手も5つ目と同じようにドの音から階段のように登っているだけです。もうルートが違うだけでこんなにも聞こえ方が変わってきます。さっきの5個目のやつだと、で今回の6個目、そしてこの6個目でも同じように裏技を使うと、ね、ただ単にバラバラで弾いてるだけなのにこんなにストーリー性のあるサウンドに変わるとは。このバラバラの裏技どんどん使う気です。この裏技をもっと上手く見せるコツは、もう目いっぱいサスティンペダルを踏みましょう。このコード進行、なぜかワクワクしてこないですが、僕のお気に入りのコード進行です。そして最後、7個目がこちら。これは今までと雰囲気がなんか違いますよね。少し難しめなので挑戦できる方はぜひ挑戦してみましょう。これまでと違うのが、まず右手は下の音ではなく上の音が固定になっているので固定です。下の音だけ上下に動きます。この動きと同じタイミングで左手もルートが動きます。注意点がこの7個目のコード進行だけ黒鍵を使用しています。このスパニッシュな感じ、これが正体ですね。もう僕の大好きなコード進行でもあります。裏技も少し難しめに作ってみました。これまでの裏技はなんかバラバラに弾いていたものに対して、今回はそれにしっかりとリズムを付け出しました。速いテンポでいけるようになるとおしゃれプラスかっこいい演奏になります。これが普通速いです。まずはゆっくりから練習しましょう。そしてまだ余裕のある方はもう一つの裏技を紹介します。これは固定しているこのドの音をポイントにしています。このドの音をオクターブで弾くので結構右手の移動が大変になりますが、弾けるようになるともう旗から見たらめちゃめちゃかっこいいんで、ぜひ取り入れてほしいです。この裏技を2つつなげて弾くと、
かなり曲っぽくなります。ぜひ練習していろんな場所でいろんなピアノで弾いてみましょう。はい、ということで今回は音楽理論不要、なぞるだけで10倍上手く見えるおしゃれピアノの裏技という内容でお送りしました。今回紹介した裏技はすぐにでも弾きたくなるようなものばかりだったのではないでしょうか。ピアノの得意とするサウンドと弾き方、これをなぞるだけで10倍上手く見えることは間違いありません。少なくとも耳にしたら僕はすぐに反応しちゃいますね。もう練習さえすればおそらくすぐに弾けるようになると思うので、ぜひ自分のものにしてドヤ顔で弾きましょう。この動画と合わせて見てほしい動画がありまして、こちらの動画は今回のなぞるだけシリーズのフレーズバージョンとなってます。今回紹介したコード進行と裏技を組み合わせることによってもっと上手く見えるおしゃれピアノが弾けるようになるので、騙されたと思ってぜひ一度お試しください。そしてピアノならではの音の積み重ね方やおしゃれに弾ける奏法など、実は他にまだまだあります。もっと知りたい、弾けるようになりたいという方は僕のパーソナルレッスンを受けてみませんか。レッスンではこのチャンネルで紹介している内容だけではなく、より実践的なスキル、音楽理論を詳しくたくさん学べます。おかげさまで現在このチャンネルの多くの視聴者さんからお申し込みをいただいてます。ちょっと初めからレッスンスタートだと不安だなと感じられる方は体験レッスンも用意しているので、まずはお試しに体験レッスンからぜひご検討ください。レッスンの詳細やお申し込み、お問い合わせは概要欄に載せてある僕のオフィシャルウェブサイトをぜひご覧ください。加えてメルマガ始めました。こちら登録するだけで超有料級な音楽情報がなんと30個以上無料であなたのお手元に届きます。現在早くも100名以上の方にご購読いただいています。詳しくはこちらの動画またはオフィシャルウェブサイトをぜひご覧ください。皆さんのご連絡を楽しみにお待ちしてます。このチャンネルではおしゃれでかっこいい音楽が大好きという方に向けてノウハウ動画を配信しています。今後もどんどん有益な音楽情報を共有していくので、ぜひチャンネル登録をしてその情報を受け取りましょう。そして Twitter では今回のような音楽情報を先取りできたり、僕自身の活動内容などを発信しているので、気になった方はぜひフォローお願いします。最後に高評価とコメント、こちらをしていただくと僕自身すっごく励みになります。どうぞ皆さんの心温かい応援をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。